アイラキュンの超絶ラブリー爽やかフレッシュキラキラソング出ます。 MV も MV 衣装もめちゃくちゃラブくて、うっかり夏が好きになっちゃいそう。前回のアイラくんセンター曲を思い出すと、今回はアイラくん自身の成長とカラーが出てる気がして、アイラくんもアイドルとして大きく羽ばたいてどこまでも行けちゃいそうだなって思いました。ついていきます。流れる汗がけしからんと思いかけたけど、そんな煩悩を消え去るくらい爽やかで綺麗です。最高です。今回は前のドリンクちゃんイベントで星さんのみで走った経験をもとに、普通に管轄編成90万くらいの総合値で速攻 70% で450万ポイント以上、それ以降は時間が許す限り BP1 とか3とかで自然回復や時間を使いながら行けるところまでとは考えてます。なので普段は絶対に特攻を積まない目標ポイントなので、検証としてはまとまりにくいのでまとめ動画は作らない予定です。代わりにこの動画で総合値90万の管轄編成で消費目安のダイヤ数だけ計算したので参考までにご紹介します。では簡潔にイベントポイントごとの目安ライブ数と新曲パス数、ダイヤ数のみご紹介します。まず前提として350万ポイントの星51枚取りラインから750万ポイントの星5カード2枚取りまでには特攻はいりません。というか特攻スカート引くとダイヤ的に損します。本気で時間が足らない方のみ、時間をお金で買う意識で特攻スカートにチャレンジするといいと思います。環境は特攻なしで総合値90万ぐらい、スコアは300万程度、 BP10 を消費してライブを1回するとして計算しています。350万ポイントまでではライブ数は96回、新曲パスは9600パス、ダイヤは1140個、450万ポイントまででは、ライブ数123回、新曲パス12300パス、ダイヤが1680個。750万では、ライブ数204回、新曲パス2400パス、ダイヤは3300個の目安となります。これは自然回復を毎日しっかり使って、ポイント報酬でもらえるホイッスルやメガホン、ダイヤを使うのを見越して、イベント前に用意しておくべきダイヤ数の目安です。今回はログボのホイッスルや周年記念、コウガくんのお誕生日やインスタのフォロワー記念、夏キャンペなど配布が多そうだし、ランクアップやライブミッションでの回収できるダイヤや、お仕事でもらえるポイントは考慮していないので、さらにダイヤは少なく済むと思います。ここからマイナス200は余裕でしてもいいぐらいだと思います。ですが、ログボがない時期ももちろんあるかと思うので、今後のイベントの参考としても、このダイヤ数を提示させていただいてます。ここから各自回収できるダイヤや、ログボやランクアップ分などを減らして考えてみてくださいね。では次、通常箱イベ1100万ポイントの星53枚取りラインでは、特攻スカートを50から60連で 50% を引ければ、特攻ゼロで走った時とダイヤ消費的には同じくらいになります。50連以下で 50% 詰めたらお得に走れるし、細かく言うと56連以上かかると損します。ご自身のお時間とお財布と相談してみてください。特攻 0% ではライブ数299回、新曲パス29900パス、ダイヤは5200個、これはイベランのみで使用するダイヤ数です。特攻 30% では、ライブ数229回、新曲パスは22900パス、ダイヤが3820個。特攻 50% では、ライブ数200回、新曲パスは2万パス、ダイヤが3220個です。特攻 0% でのダイヤ数5200個との、特攻30から 50% の差の間、1380個から1980個の間で特攻が引けると良いでしょう。これもここからさらにログボやランクアップ、お仕事などで消費ダイヤは減らせます。1500万ポイントの星54枚取りのラインまでは、ある程度特攻スカートを引いた方がお得に走れます。70連から80連引くなら 50%、100連引くなら 70% 詰めていると損しない範囲です。
特攻 50% ではライブ数272回、新曲パスが 27,200 パス、ダイヤは4660個。特攻 70% ではライブ数240回、新曲パスは 24,000 パス、ダイヤは4020個が目安です。これもここからログボやランクアップ、お仕事などで消費ダイヤは減らせます。では最後、2200万ポイントの報酬カードすべてを貫突するなら、特攻は絶対引いた方がお得です。100連引くなら 50% あれば余裕でお得。140連で 70% を引ければ損しません。なので、100連で 70% を引けたら、スカウト40連分はお得に走れると思っていいです。特攻 50% で、ライブ数398回。新曲パス 39,800 パス、ダイヤは 7,180 個。特攻 70% でライブ数352回、新曲パスは 35,200 パス、ダイヤは 6,260 個の計算です。ここでもログボやランクアップ、お仕事などでダイヤは減らせます。割と余裕を持った計算だと思うので、私はいつもログボなくても計算よりは少なく済んでます。が、総合値にもスコアにもムラはあるので、これぐらいダイヤあれば足りるだろうなーくらいの数だと思っていただきたいです。今回は、茨くんやカオルさんを編成して、参考にならない走り方をするので、ダイヤ数やライブ数も数えないんですが、計算上で良ければぜひ参考までにどうぞ。その他の環境でダイヤ数が気になる場合は、周回曲のスコアと新曲のスコア、特攻パーセントをコメントで教えていただけたら、大まかなダイヤ数を計算しますよ。では、今回はこの辺で。参考の動画がイベント開始までに間に合わなくてごめんなさい。まだ間に合うと思うので、消費ダイヤの目安に、あと今後のユニット箱イベの目標の設定などにお役立ていただけたら嬉しいです。では、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。このイベント中か終わった後くらいに夏キャンの遊び方をまとめたり、夏キャンの一部、オフィスコンテストに関しての動画作りで協力してくださる方を募集する動画を作成予定ですので、気になる方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。また次の動画でお会いできると嬉しいです。高評価、コメント、とっても嬉しいです。ありがとうございます。では、ハニーレモンでした。バイバーイ。